それでどう？あ、あ、聞こえる？あ、あ、ニャさんはどつ、金魚橋さんはどつ、ななみさんはどつ。あ、いや、パソコン動かさないで。うん。床に置いてほしいんだ。はい。下のところが赤くなってるときは電波が止まってるときの、緑のときは見えてるときの。はい。みんな見えてる？赤くなる？赤くなっちゃう。なんでこれ買ったときからだよね。あの電波がダメになるの。太一郎さんはどつ？皆さんはどつ？しないの。電波が、はい、オッケー、自分で出す。あ、それ止めて。手、穴開けて。あー、引っ張ったらバカ破れちゃうだろ。で、このままで。このままでいいの？うん、切ろうか。出そ、出せるよ。はい、見えてる？みんななんて言ってる？電波がーって。今電波落ち着いたかな。更新してみてくださーい。見えてる？あ、の、見えてますか？はい、ありがとうございます。髪濡らしてきてた。はい。どんぐらいに？あ、ダメだな。なんでこれダメなんだろう。いや、普通に締めるぐらい。なんでこんなダメなんだろうな。ない方がいいかな。はい、こんばんは。みんなごめんね、ちょっと電波が Wi-Fi 弱いかもしんないけど、ショートカットにするって。何やってんの？はい、大丈夫。はいはい、来てもらいます。こんばんは、こんばんは。アドビオ室へようこそ。こんばんは、久しぶり。みなさんこんばんは。
和田さんに切ってもらいます。前は前髪は切らないの？うん、前髪は切らないの。そう、あの姿勢悪いから。はい、これ前髪の長さで顎って、ここで、あ、揃えんの？うん。いいの？伸ばすって言ってたのに。うん、切るの。切るの。短いの好きでしょ？俺は短いの好きだよ。うん、だからそうすることにした。そうすることにした。うん、こんな感じでいいのかな。うん、風船5個ありがとうございます。えんちゃん、バッツリいっちゃうよ。うん、メガホンありがとう。スーさんこんばんは。剛毛だから大変ね。毛は細いけど量は多いよね。うん、バーガーありがとう。えみちゃんハートありがとう。あ、くみたんバーガーありがとう。みんなありがとう。キッドさんこんばんは。メガホンありがとうございます。メガホンいっぱいありがとうございます。皆さんメガホンいっぱいありがとうございます。毛の量多いね。うん、そう、いつも美容院に行かれないんですよ自分も。で予約しね、するとバックれちゃうんで、なかなか予約できなくて美容院に行かれないんです。わお、伸ばそうと思ってたけどやっぱり短くしちゃいます。めんどくさいんで。これで頭洗うときも楽になる。うん、頭洗うとき楽になって、粘土じゃなくなるから。粘土はね、頭皮からするんだよ。そうか、うん、頭皮をよく洗おう。うん、そうそうそう。チロリーン、
俺の感覚で切っていいの？うん。うん、切るとシャンプーもドライヤーも楽でいいですね。あ、ハッサクさんのブツブツのハッサクさん。皆さんこんばんは。あ、短いのも似合う、ありがとう。美容師さんみたいだよ、本当に。ペペちゃん、ハートありがとうございます。短いのかわいい、ありがとうございます。染めるのはちょっとやっぱ黒い方がいいかな。黒髪がいいよね。あ、いいよ、何でも金髪にしてもいいよ。ブリーチあるよ。うん、金髪はやだ、うん、傷んじゃうから、うん、前ガビガビだったとか。あ、短いのはセクシーになるって。セクシーだ、セクシー。ハートありがとうございます。もうちょい前行ける？はい、いいよ。ほんと毛の量多いな。うん、ちょっと下向いてた方がいい？まっすぐ、まっすぐ、いや、せっす。数字が悪い、直さないとダメや、それ。うん、おかえり。うん、もう一回濡らしてきて、もうすごいベタベタにしていいよ。はい、
やいや、全体的に濡らすよ。その部分だけ濡らすのやめて。こことか濡れてないから。手でいいよ。そんな直接行かなくていい。それ濡らしすぎ。手でいいからなじませてほしいの。今見えてるんでしょ？はい。濡らしすぎじゃないそれ。うん、だって難しいよそんな。ちょっと拭こうかこれ。もういいか。いけなし、ありがとうございます。うん、怖い。びちょびちょだ。ラス。トイレがシュールだって。濡れすぎな。
マチルダさん、いらっしゃい。くし。普通のハサミ取って、はい、うん、ませてよってなってる耳は出すの？わたつ。メガホンありがとうございます。はじめましてさん、こんばんは。
ショートもなかなかいいでしょう。あ、また止まったな。トイレ閉められない。一服。はい。一服。服。服します。はい、から片しなさいよ。はい。47。47歳です。セットも何も風呂に入らないぐらいだぞ。舐めんなよ。舐めんなよ。完成じゃない。後ろでもだいぶバッサリいったよ。後ろ見てごらん。後ろ向いて。まだ行くけどね。まだ切るけど後ろ。いいよ。閲覧多いな。鬼奴じゃないよ。目。あれさ、髪切ってドライヤーしたらさ、風呂入ったら、うん、メイクして出てくれば、うん、猫背猫背だ。いや、こっちの問題だね、多分パソコン初期不良なんだよね、これ電波じゃないんだよ。 Wi-Fi をね、パソコンが拾わないの。なんでなんだろう。見えてるでしょ、今。安定しねえんだろうな。もうちょい短くしたらダメ？これくらいでいいよ。
長さは。長さはつうかね、うん、造形が嫌なの、うん、後ろをもうちょい短くした方が多分可愛いと思うんだよ、うん、これくらい、うん、いいよ思いたい。でもね、前髪つうかその、なんつうんだろう、これだとモサくなるよ。見てごらん、これだとね、あの横分けにすんの、どうすんの、真ん中、真ん中センター分けでしょ、うん、だからなんか難しいんだよね、これ。ガクガクだった。だったら後ろをもうちょい、ちょっと横向いて、横向いて、ここをね、もうちょっと切った方がかっこよくなると思うんだよね、うん、ここを落とした方が。ちょっと向きすぎ、これくらいの方がかっこいいと思うんだよね、うん、こうこう来た方が。前髪作った方が俺もいいと思う。前髪作った方が俺もいいと思う。そう、座敷わらしとかね、何、なんつうの、なんつうんだろう、そう、なんかババア臭くなっちゃうと思うよ、今のこの髪型だと、うん、いい、ババアだからいい、うん、うん、かっこよくない。まあ俺切るよ、はい、好きにやっていい。見てごらん、鏡で言ってることわかるよ、見てきな。しびれちゃった。ダメだな、なんでこんなダメなんだ。いや、うなじを切った方が俺もバランスがいいと思ってんのよ。後ろでしょ、後ろは俺もうちょい切った方がいいと思ってんの。前はそれくらいキープしたよ、うん、後ろ俺もそう思ってる。なんでここが癖になるんだろう。うなじがあるから。それはね、跳ねるんだよ。なんだろう。
スムージーの癖かもしれない。いや、これこっからカーブするんだよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。